let it go, ただ let it go, 気が 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 let it go.
麦克风刚好电吉他的 hip hop 誰も真似げてくない Music 届けあるアルティメットマイネルギー誰も真似げてくない Music マイクロフォン刚好電吉他の hip hop 誰も真似げてくない Music 届けあるアルティメットマイネルギーどうも、千葉県の星ギルガメッシュです。皆さん、アンコールだと思ったでしょう。必死にアンコールって言ってましたけれども、これはアンコールではございません。先ほどのライブが第1部で、これからが第2部になります。ね、けなげにアンコールって言ってる姿を見て、非常に楽屋裏でね、心が苦しかったですけれども、アンコールはこの後してくださいね、よろしくお願いします。で、皆さんに朗報です。先ほどですね、 MC でシュウさんとヨーロッパの話をしましたけれども、DVD の発売が決定しました。決定したから、MC 喋ったんですけどもね。だからもうなんか、なんでこのタイミングで俺の MC 言わすんだろうと思って。後だろ。そうね、いやいや、あそこがちょうどいいかなと思ってね。前振りということでね。そう。まあそんな感じで、DVD の発売決定したんですけども、もう一つ皆さんに朗報があります。第1部先ほど終わりましたけども、第2部は第1部よりはるかに長いです。もうリハやんのが大変でした。本当に途中で本当に眠くなるぐらいの曲数なんですけれども、みんな本当ぶっ倒れるまで今日は暴れていってください。よろしくお願いします。ただね、俺が心配してるのは2階席の関係者の皆さん、中でも親族の皆さんが今日は来ていまして、私のですね、実の親父もですね、大阪から来てくれてます。どこにいますか？立ってください。あ、痛い。いや、立ったまま。あなたね、いつもね、腰が痛いって言って、私のライブ見に来ても途中でタバコ吸って休憩したりしてるじゃないですかね。今日はちゃんと息子の晴れ舞台ですから、最後まで見てくださいね。OK。 皆さん、頭上を見てください。あれが俺の未来の頭の姿です。最後まで見ててください。 OK。 ではそろそろ2部の後半戦を始めたいと思います。
Yeah.
みんなまだ疲れてないですか？いけますか？ OK。 次の曲でこの絶対マシンを披露していこうぜみんな。倒した抜かりをつけ超ぶつかりたい態度と意味も終わって改変され、良くも悪くも景色も変わったジャンプ。
を見る旋律繰り返したどり着いた先や
みんな楽しんでますか？2ヶ月前ですか、5月の2日に SNS で俺たち解散することを発表しまして、まあ突然のことでみんなすごいびっくりしたと思いますけど、このキメラツアーのちょうど真ん中ぐらいで、まあ、正式に決定したっていうのは、まあ、ぶっちゃけたところで、まあ俺たちもすごい、まあ、バタバタしながら準備して、まあ、発表を迎えたわけですけれども、発表してその日にこの ZEP ダイバーシティチケットが速完しましてまだまだこんなにギルガメシのこと見に来てくれる人たちがいるんだなって俺はすげえ感激しました。今日本当にこんなに集まってくれてどうもありがとうございます。まあ昨日の夜とかね、今日何喋ったらいいかなとか、何伝えるのがギルガメシらしいんだろうってすごい考えたんですけど、やっぱり俺たちが思ってること、俺が思ってることってすごいシンプルで、ギルガメシは千葉県の市川市ってとこで誕生して、まあ、ドラムのリョウとギターの兄さんが兄弟で、まあ、その幼なじみがベースのシュウさんで、まあ、俺は完全に新参者の後加入でまあそれでも、まあ、12年間という長い時間を過ごしてきました。まあ、徐々にファンもついていって事務所に入ることになって、スタッフにも囲まれて、友達いなかったバンドですけど友達もどんどんできて、ギルガメッシュっていう輪がすごいどん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 広がっていくのを感じました。その輪が広がっていくたんびに、音楽に対しての責任が生まれてきて、辛いこともあったよ、苦しいこともあった、ムカつくこともあったし、メンバー同士喧嘩し合うこともありました。でもそれ以上に俺たちはこのステージでたくさんの笑顔を見れました。俺たち自身もたくさんの笑顔をみんなに見せれたと思います。本当に宝物です。ありがとうございます。まあ、あとは俺自身中学の時とか高校の時ほとんど学校行かないで家でゲームばっかやって生きる目標とか生きる意味とかなかったんですけど、このギルガメッシュっていうバンドに出会えて、まあ楽屋に帰ったらこんなこと言えないんで今言いますけど、12年間一緒に歩き続けてくれてどうもありがとうございます。俺に生きる目標を生きる意味をくれたのはこのバンドです。そしてここにいるみんなのおかげです。本当に心からどうもありがとうございます。もう曲もだんだん少なくなってきたけど、一曲一曲噛み締めて歌うから、最後までみんなついてきてくれよ。
ようにまた叩いた。ひび割れてる雲、一筋の光が降り注いで。僕みたい
Thank you.
不堪之殃就离开，手头攥着手袋苦劳喊着 Let's go。We'll be right back.
てけ俺たちの言葉
俺は今バンド12年やってきて一番疲れてる。プロがこんなこと言っちゃ申し訳ないんだけど言わせてくれ、疲れてる。あーでも分かってるよ、最後まできっちり弾かせていただきますよ。はい、もう今こうしゃべる、また MC ゾーンじゃないんだけどね、またメンバーとスタッフも今困らせてるんですけども、はい、さっきもううちの旦那がさ泣いちゃったじゃん。で俺弟の方見てたので、なんかずっと下向いてっからなんだろうなって思って、今楽屋帰ったら俺も泣いちゃった。だがしかしお兄ちゃんは泣きません。俺は最後まで笑顔で君たちを送り出します。でも俺の両腕はもう限界だ。次の曲今分かるでしょ、絶頂なんです。うるせえ、早くしろよもう。え、長い長い、早くして。ラーメンでちょっと喋らせてくれ。いやもうダメだ、今入ってきちゃったからダメだ、間違えても勘弁してください、そこだけお願いします。さあ行きましょうか。
Thank you.
OK、 じゃあ最後の最後の記念にみんなのバックで写真撮ってもいいですか？ OK、 皆さん準備いいですか？ピック投げるの後にしてください。疲れるぞ、それは。よし、どうしよう、これ手上げと顔映んないのかな。手上げたバージョンと手上げないで満面の笑みバージョン撮りましょうか。じゃあまずは、手上げないで満面の笑みバージョンいきましょうか。準備いいですか皆さん。記事を直してる暇はありませんよ。はい、いきます。 3, 2, 1, チーズ。 OK、 次はバタンしてください皆さん。 OK、 いいですか、準備いいですか。だから2階席も手挙げて、ちゃんと。いや、挙げてないよ。挙げるまで、挙げるまで帰んないよ俺ら。挙げてよ、恥ずかしがらずに。いきます、 3, 2, 1 チーズ。 OK、 ありがとう。本当におめでとうございました。12年間あっちよかったな、なんかな。まあいい思いになりました。本当にありがとうございました。あ、でもまあ音楽はやめねえから俺、まあ音楽はやめらんねえよマジで。なるよ、音楽はやめらんねえ。今後に期待。ありがとう。楽しかった？ありがとう。
クの神様がこんなもんじゃ終われねえって言ってんだよ。おめえらもっといけんだろ。そんなもんか。2回も1回落ちてくるぐらい行こうよ。行くぞ。まだ終わんねえのかおめえは。あんさん元気だな。ほんと俺今日燃え尽きるんだよ。あやくしの間が持たねえんだよ。いけないの。来た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 来ました来ました。あ、ごめん、もう一回もう一回お願いします。お前に捧げる醜い声。
赤